SL 人吉は製造から102年を迎え、車体の老朽化などを理由に今年の3月に引退しました。車体は JR 九州から人吉市に無償で譲渡される予定で、市はその活用方法などを検討していました。そして人吉市が車両とレールの展示場所に決めたのが JR 人吉駅の横にある駐車場です。計画では動態保存といって、ただの展示ではなく、およそ60メートルのレールを実際に走るそうなんですね。ということは動いている姿をまた見られるということなんですか。嬉しいですよ ね。さらに市では車体の分解や組み立てなどの見学ツアーも計画しているということです。市はこれらの事業費として国からの補助金8000万円を含む9000万円余りを来月の市議会に提案する方針です。可決されればSL 人吉の誕生日、11月18日の一般公開を目指すということです。はい。